北山隆一郎です。今回はですね、投資株式投資名言陰極まれば陽転すってどういうことということでお話しさせていただきます。陰極まればってもう本当に株式市場が下げてしまってですね、終わらせてる段階で本当に下げてるんですよね。そうしましてもね、まだこのなんて言いますかね、ものすごく深刻という状態ではまあないと思うんですけどね、個人的にはね、ものすごく深刻という方もおられると思うんですが、このことについてですね、株式市場昔からですね、陰極まれば陽転すと、もう陰っていうのはもう本当に株式市場ですね、もう救いようのない状態というかね、もう株をやりたくないと、株を見たくないと、もうどうしようもないというような状態が、まあ、陰極まるというようなところですよね。そうしたところはですね、売買ももう少なくなってるわけですよね。買い手もいなければね、もう売り手もね、もう売ってもしょうがないということで諦めているというのがね、陰極まればまあという状態ですね。そうしますとどうなるかというと、陰極まれば、まあ、陽転すると、そこからですね、株はまた上がり始めますよと昔から言われてるんですよね。実際そうなることも多いですね。ですから今お話している段階ではですね、株式市場本当に厳しい状態ですけれども、まあ陰がですね、間もなく極まるということが考えられますよね。そうしますと、陽転しますよということです。この言葉をですね、思い出していただきたいと思います。以上、北山の株式調査でした。